しました。では高田さん、はい、本日どのニュースから参りましょう。まあ、いろんなニュースあるんですけど、まあ、この番組に一番関わるニュースとしてはい、キューバ行きましょうか。キューバ、はい、ここから行きますか。はい、キューバから行きましょう。はい、私もちょっと驚きました。ね、どういうことになってるようですね。虎ノ門ニュース、韓国ニュースにディスられるということなんですが、どういうことなのか、はい、深入り早速参りましょう。どうぞ。J キャストニュースによりますと、韓国の放送局 JTBC は今月10日、化粧健康食品会社 DHC が嫌韓的なインターネット番組を放送しているとして同社を非難しました。韓国の大手紙中央日報系の JTBC は10日と11日の2日間にわたって DHC の子会社 DHC テレビが制作するネット番組真相深入り虎ノ門ニュースを取り上げました。10日の放送では同番組の出演者が韓国を見下したり歴史を歪めたりする発言をしていると紹介、作家百田尚樹氏のハングルをめぐる歴史観などについて問題視しました。 JTBC は DHC の韓国法人に見解を求めましたが何も話すことはないと回答しているということです、ということなんですね。すごいね、この番組、とうとう2日間にわたって注目を浴びてるんですね。もう韓国でディスられてると。なんかその映像があるらしいんですか。あ、動画があるんですね。拝見しましょうか。では早速どうぞ、モニター出ますか。はい、お願いします。아, 그래다. 유명 화장품 업체인 DHC 이야기입니다. 자회사로 방송국을 두고 있는데 여기서 내보내는 게 화장이나 미용 관련이 아니라 주로 정치 프로그램입니다. 게다가 대놓고 한국을 비하하고 역사를 왜곡하기도 합니다. 한국에서도 제품을 많이 팔고 있는 회사인데 이래도 되나 싶습니다. 이윤석 기자입니다. 일본 DHC 텔레비전의 한 프로그램입니다. 한국의 불매 운동을 비하합니다. 한국은 시작을 삼매야스의 국이ですからね. 아마 그런에 대해 동일에 놓って 일본이 와이와이 言うんじゃなくて, 뭐 静かに 見てると. 역사 왜곡 발언도 서슴지 않습니다. 당시 조선인들은 문자로 쓰는 것도 できなかった. 최초의 교과서는 도쿄로 인쇄돼서 그걸 広めたんです. 일본인이 한글을 統一してこの文字はこれにしましょう、これはこれにしましょう、日本人の本を統一して今の韓国できたんです。위안부평화의소녀상엔예술성이없다며이런막말도했습니다。百田尚樹の現代アートコーナーとか言って私が立ち上がって陣地を出してもええのかって話ですね。주로인터넷을기반으로하는 DHC 텔레비전은 중간중간 자사 화장품 광고도 내보냅니다. 요시다 요시아키 DHC 회장은 과거 제1동포를 비하하거나 극우 정당을 지원했다는 논란 등으로 비판을 받기도 했습니다. DHC는 2000년대 초 한국에 진출해 화장품과 건강보조제 등을 팔고 있습니다. DHC 측에 해명을 요구했습니다. 방송국 프로그램에 관련해가지고 저희가 좀 질문을 드리고 했었는데 여러 차례 해명을 요구했지만 드릴 말씀이 없다는 답변만 반복했습니다. JTBC 이윤석입니다. 韓国はですね、あらゆるところで日本製品不買運動、あるいは日本製品をいろいろけなすとかディスるとかいろいろやってます。で、そんなので、とうとDHCの製品まで、なんかいろいろ文句つけ出して、しかもこのDHCがやってるそのトラノモンニュース、これはもうとんでもない番組やってるんでね。で、もうあんなふうにモザイクかけてね、なんかもうほんま私 の場合はモザイクかけてもすぐ分かってしまうんですね。しかもね、人の顔モザイクってね、別に出してもええのにね、なんか私の顔がなんかワイセツみたいなね、あんなふうに扱われるのちょっと不満やなと思うんですが、今回のね、この日韓の問題についてね、韓国の政府もそれからジャーナリズムも民間の人たちも、あの、 事実を全く見ていないんですよね。なんでこういうことになったかというと、彼らは私たちがいけないと思ってるけども、私たちの側からすると、そして多くの国際社会のメンバーも日本が正しいと思ってるんですが、韓国がいけないんですよ。これはだって日本から輸出をいろいろな物質をして、これは優遇国になっていたわけですよね。かつてホワイト国とかっていう言い方しましたけども、そうするとね、これあの古川勝久さんという国連のね、あの専門家パネルの調査委員ですけどもね、その方たちが調べたところによるとね、この2015年から19年の約3年余りの間に156件も、その日本から輸出した
ものが分かんなくなっちゃってるケースがあって、その中の102件が大量破壊兵器に関するものだった。例えば精密機械工作、核兵器を作るのに使われる物質とかね、そういったものだったということを韓国の政府の調査で明らかになったんですよね。だからこれ韓国政府が言ってる、韓国政府がこれを持ってね、こんなにたくさんその摘発してるんだからちゃんとやってるんだって、これ違いますよね。こんなに管理がずさんだから、いざ調べたらとこういうことになるんですよ。このことについてね、本当にあの韓国から例えばシリアとかね、レバノンとかっていうところに危険な物質が行って、そしてそれが回り回ってその北朝鮮なんかに行ってる可能性が非常にあるんですね。だからこれどうにかしてくださいよと言って話し合いしましょうとずっと言っていたのに、ムン・ジェイン大統領になってからこれがもう全然話し合いが進まない。だから日本の安倍総理も本当に我慢に我慢を重ねていたのがしびれを切らして、この輸出、これは輸出管理を厳しくする、輸出を禁止するってことではないんですよ。相手の会社がちゃんとした会社だったらちゃんと輸出してあげますよ。でだけどもちゃんとした会社かどうかっていうのをちゃんと私たちに見せてくださいというごく当たり前のことですよね。だからそれでやったんですけども、それをね、なんだかその歴史問題に絡めて日本が報復してるみたいなことを言う、これはおかしい。だからその感情的な反応が今のね、この DHC、まあ宣伝にもなるんでしょうけども大きい宣伝になってましたね。いろんな商品売ってましたからね、DHC の批判になるんですよね。だからこっちからすると飛んだ方向違いの批判だということになりますね。そうですね、いやでもね、まあものは考えようで、まあ、宣伝になったと、ですからね、今日の番組視聴は、ね、韓国からもたくさん見てるんじゃないかなって、どんな番組か見よう、韓国の皆さん、アンニョンハセヨ、デーハミングアイゴー、私これ、いやいや、ちょっと待ってください、なんでそこでアイゴーが入るんですか知りませんね、それしか韓国語知りませんね、はい、すいません、それしか知らないにだ、はい、申し訳ない。まあDHC が人種差別と性差別、性差別まで、指摘されてるんですか？なんかいろいろあるみたいですね。性差別の促進を停止するまで主要な小売業者で DHC 製品の販売を停止すると、DHC が性差別するはずがないわね。だって女性のためのだって最大のお得意さんですからね、女性の皆さんがね、で今回 の, ニュースですね、であれでその DHC がどんな問題あるかちょっと騒いでるのは、なんかどこか韓国のなんか大学教授がなんか言ってるらしいんですけど、でそのひょっとして旭日旗狩りで有名な方ですか？はい、そうです。で、その教授はですね、日本の旭日旗がおかしいってヒステリックに叫んで、それだけじゃなくてですね、世界中のこれも旭日だ、これも旭日だ、つまり朝日がガーッと広がっていく、ああいうこう放射線状広がってるのが全部これ旭日旗だー言うて、もう世界中で文句言うて、もう世界から笑われてる人物なんですよ。はい、ディズニーのダンボの映画にも難癖つけてる人ですよね。はい、そうです。もういろんなところで難癖でもう世界から失笑を買ってる人物、それが、今回この DSC をこう結構批判してる、はいはい、ジョ・ケイトクさんっていう人でしたっけね、確かね。あ、そう、ようご存じですね、そう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 、はい、ね、はい、もうですからもう完全なイチャモンつけなんですよ。はい、これ韓国のね、デモを何十年も見ていた産経新聞の黒田さんというソウル特別特派員がいるんですけども、その人が言ってましたけどもね、ここでその反日のデモだ、ここでその反慰安婦のデモだ、ここで徴用工のデモだというところにもう全部彼は行って見ていると、もう必ず先頭に立ってる人は同じ人で、そのもう顔も全部わかるし、もう本当に凝り固まった反日のそのかなり年代のいった方で、その人たちが全部そのオーガナイズして集まっているという一つの傾向があるって言ってましたね。プロの活動家なんですね。でこのポイントはね、ムン・ジェイン政権はものすごくおかしい左翼政権なんですよね。ムン・ジェイン政権はすごくおかしくって、それを良しとするその運動家もたくさんいるんだけども、その反対に、いやムン・ジェインおかしいねって言ってる韓国の国民もいるんです。だからその人たちのことをやっぱり私たちはある意味応援してあげないといけないというふうに思うんです、ただね、今の韓国を見てますと、つまり今のムン・ジェイン政権おかしい、あるいはこの、今回のその不買運動のヒステリックな運動おかしいと、そう思ってる人たちが
今ね声を上げられない声を上げられないそういう空気になってるみたいですね、うん、でもね、うん、あのねあの声を上げるとひどい目に遭うんですけども、はい、あのソウル大学のね元経済学部の教授で、はい、イ・ヨンフンさんという方がいらっしゃるんですよ、うん、この人20年くらい前にね、慰安婦は強制連行じゃないってことを言ったらね、本当にボコボコにされて、はい、土下座させられて水かけられて、はい、もう大学の教授ですよ、ソウル大学って言ったら日本で言えば東京大学ですよ ね、はい、もうその教授がそんなひどい目にあって、うん、彼はね一時期本当に沈黙したんですよ、うん、で今また立ち上がってね、うん、あのムンジェインはおかしいと、この徴用工の問題、朝鮮人戦時労働者の問題もね、うん、日本が正しいんだと、うん、もうね日本は十分にその支払いもやってるから正しいんだと、うん、韓国政府がいけないんだということを言い始めて、うん、でものすごい批判はあるんですけども、彼はね、うん、もうかつて20年前に自分は慰安婦のことでね、あの屈服したと、はい、でも今度もう屈服しないと、命がけでやるって言ってね、もうお年の方ですけどもね、本当に命がけでね、あのムンジェインがおかしいって言ってやってるんです。でこのように発言する学者がいて、この人が書いたねそのあの歴史の書がねベストセラーになっちゃってるの、韓国の、うんうん、ベストセラーになっていて、そしてあのその人の弟子のね、リ・ウヨンさんという比較的若手の50代、はい、60代ぐらいの方も、あのこの徴用工問題ではね、日本人も朝鮮人も全く、あの差別されていなかったと、賃金差別なかったとね、あのねこう平均値を見るとね、朝鮮の方が低いんですよ、それは理由があって、あの石炭なんかキャリアの問題ですね、それから出来高支払いですから、あのまだ下手くそな人は、入ってまだ2年3年ですからね、うん、日本の、働いてるのも10年20年働いてますから、うん、その分のキャリアの差なんですね。そうそう、はい、それでね怪我をした時にねどういう手当をしてあげたか、うん、日本人も朝鮮人も全く同じ、うん、それから病気になった時も全く同じ、そして辞めて帰る時もねちゃんとそのお見舞い金というかそのお金をあげて、あ、手当をあげて、はい、ちゃんと船でね、あの釜山まで送ったという記録がちゃんとあるんですよ。でそういうのをリ・ウヨンさんという韓国の学者が、日本の企業のいろんな資料の中から見つけ出して、これを見た時に全く差別がなかったってことが分かるでしょうってことを彼は言い始めた。しかも、うん、基本的な大事なことを抑えますと、その徴用工じゃないんですよね。そうなんです。応募してみて、あのここで働く、応募校なん、はい、うん、あ、私そこで働きたいですって言った人を来てるんです、うん、だから無理やりに、うん、国が強制的に連れてる人じゃないんですよね。ないんです、ないんです、うん、そういったこともね、あのきちんとした正論を事実に基づいて言い始めている学者が、もう命がけでも殺されてもいいと言って発言してる。これはね、あのやっぱりあの私たち日本人もね、ああこういう人たちもいるんだってことを認めないと、うん、いけない。ただあの最近、不審死した学者もいましたね。この韓国政府のやり方はおかしいと、うん、今回その日本の政府のやり方は決して間違ってはないだろうみたいなことを言った人が、これ学者やったかな、チャンネルやったかな、うん、自殺したの、国会議員だよね。あ、そうだね、国会議員ね、うん、でその方がですね、俺はもし死んだら、殺されたと思ってくれるというようなことを宣伝言ってたらしいですが、それがある日突然、死体として発見されたんですよね。だこういう気持ち悪いこともあるんですよね、あそこの国は、うん、まあこれ真相は分かりませんけどね、ただタイミング的に非常におかしいと言ってかなり一部で言われてますね、だからこういった不買運動もね、ものすごく感情的でしょ、はい、で感情的になるのまあやめてほしいなということを私たち韓国の人に言いたいですね。そう感情的になったところから何にも解決策生まれてこないし、かえって自分たちがねこうあの墓穴を掘るようなことに なりかねないと思うんですよ。いや、その感情的にも行き過ぎてますからね。例えばあの、うん、レクサステロイのありましたね、はい、あのまあ、日本の車ですね、うん、高級車、あのトヨタのレクサス、うん、でまあ、あの韓国でもやっぱり人気の車なんですよ、はい、でこのレクサスを駐車場に止めてみたら、うん、その
千枚同士で、タイヤにプソッと穴開けてパンクさせて喜んどるっていうか、うんうん、で例えばレクサス乗って、韓国のガソリンスタンド行ってガソリン入れてくれたらレクサスにはガソリンには入れへんとか言って、うん、はい、運転しとるとかオーナーみんな韓国人ですよ、うん、もうだからもう敵も味方も分かってないんですよね、うん、まあ、びっくりしますね、はい、で日本の製品をね、アサヒビールとかなんかそんなポカリスエットとかそんなをねじゃあ捨ててね、はい、もうわしは困らない、はい、あれはね僕は毎回言うとったあれ実際飲んで中身入れとるいやいやいや分かりませんそこは分かりませんけどね本当に捨ててるかもしれませんよそうかな、はい、絶対僕は絶対水飲んで、いやこう中身ので熱い水入れてでパフォーマンスで水出しようと思ってますけどねいやほんまね、うん、いやもう